現在は J2 の基準を満たすスタジアムがないため、例外規定により J2 ライセンスを取得。昇格後3年以内に建設計画を提出する必要があり、いわき FC と協力し、3年後までの計画策定を目指します。かなりこう大規模なものになりますので、我々といたしましても並行してですね、国の補助金を含め、いろんなこう団体からの助成金などの方を含めてですね、使用していきたいなというところですね。新たなスタジアムにサポーターも期待を寄せています。いわき駅前のパブ、チェカ。店内はユニフォームや選手のサインなど、いわき FC 一色です。想像をはるかに超えて、いわき FC が強くて、90分走り続けてて、もう感動をたくさんいただいて。店主の鈴木正幸さんはサポーター歴5年。今シーズンのホーム戦は全試合欠かさずスタジアムに。定休日の日曜日でもアウェー戦があれば店を開け、現地に行けないサポーターたちと一緒に声援を送っています。1試合ずつ確実に勝利を重ねて昇格、そして優勝を分かち合いたいです。地元にプロサッカーチームがある生活を夢見ていたという鈴木さん。スタジアムの建設で地元がさらに活気づくことを期待しています。ビッグクラブのチームもあると思うので、アウェーサポーターさんがいわきにたくさん来られると思うので、経済効果もすごいあると思います。楽しみにしてます。内田市長からもかなり大規模という言葉がありましたけれども、この J1 の基準を満たすスタジアム、これがもしも実現すれば当然県内では初めてのことですので、夢がありますよね。では今のいわき FC を取り巻く環境を整理していきたいと思います。松山さんです。はい、いわき FC は例外規定により条件付きで J2 ライセンスを取得しました。その条件付きというのが、来シーズンからホームスタジアムとして活用するいわきグリーンフィールドの改修です。来年春には観客席が今の2300から倍以上の5030席に増えます。ただそれでも J2 の基準には届かないんです。 J2 昇格後3年以内に建設計画の提出を求められています。ではどのくらいの収容人数を求められているのかといいますと、 J2 ですと1万人以上、J1 ですと1万5千人以上が求められています。さらに原則として、新設するスタジアムは屋根で観客席を覆う。また VIP 席では、寒冷地では必要に応じて暖房を備えることなど、日本のサッカー最高峰 J1 には極めて高い基準が設けられているんですね。そういうことなんですね。はい、でいわき市は詳しい計画自体まだ白紙ということですけれども、もういわき市のもう一体どこにどんな施設が完成するのか、今からこう想像は膨らみますよね。はい、そうですよね。やっぱりこういった会場が大きければ盛り上がりも大きくなりますもんね。いや楽しみですよ。はい、J1 の基準を満たしたスタジアムの一つ、 J2 ベガルタ仙台のホーム岩手スタジアム仙台はこのようになっているんですよね。一つ参考になりますね。はい、劇場型スタジアムをテーマにしています。ピッチとスタンドの距離が近くて声援が伝わりやすいのが特徴なんですね。収容人数ですが、収容観客数はおよそ2万人、天然芝や大型映像装置を設置しているほか、雨や風をしのぐ屋根も整備されています。いわき市にどんなスタジアムが完成するのか、快進撃を続けるいわき FC をめぐる楽しみがまた一つ増えることとなりそうです。